日本語コンテッペイ子供と一緒に行ってます。日本語コンテッペイの時間ですね。皆さん元気ですか？今日は夏休みについて。今回の夏休み良かったですね。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？もう夏も終わりかな。まだ暑いですけど、終わりですね、ほとんどね。終わりのはずですよね。暑いんですけどね。いつから、秋なんですかね。日本では、まあ、9月は暑い。10月も暑い日も結構あるんですよね。ちょっと分かりません。覚えてない。1年前の10月の天気を覚えてる人がいますか？はい、結構秋とか春の天気ってこう忘れやすいですよね。冬や夏はなんていうの、夏は暑いし、暑すぎるし、冬は寒すぎるし、まあ覚えてますよね。でも秋とか春ってあんまり覚えてない。はい、やっぱりちょっとマイルドですからね。性格もそうでしょ。人間もそうですよね。なんかすごいこう極端な人ね、そういう人たちのことは覚えてますけど、なんかナイスな人結構覚えてないでしょ。悲しいですよね。ナイスな人たちを忘れてしまうんですね。僕たちは春や秋みたいな人、ね、を忘れてしまって、夏とか冬みたいな人だけを覚えている。こう僕が高校生の時のこととかね、中学校の時のことを思い出すと、なんかやっぱり極端な人たちを覚えてますよね。すごく仲が良かった友達や、すごく嫌なやつとか、ね、そういう人たちは覚えてるけど、まあまあナイスな同級生ってたくさんいたはずなんですが、全然覚えてない。はい、悲しいですね、この世界。はい、まあまあナイスな人たちが一番いいはずなんですけど、春とか秋の天気の方がいいはずなんですけど、あんまり覚えてないですね。はい、というわけでまだまだ暑いので、ちょっと忘れる前に夏休みについて話しておこうと思います。のりこさんとのポッドキャストでは話しましたけどね、このポッドキャストではまだ話してなかったので、思い出したかのようにちょっと振り返ってみたいと思いますね、夏についてね。そして、僕のちょっと田舎と都会の考えについてちょっと話したいと思います。まずですね、今年僕と、奥さんと子供は僕の実家大分県、九州の大分県に、2週間帰りました。生徒さんたちとは向こうから話しましたけどね、このポッドキャストはまだ話してなかった。そうとてもいい経験でしたね。とてもいい経験をしました。海に行ったし、山に行ったし、川に行ったし、田んぼがありますね。田んぼ、ご飯を作る、米を作るところ、田んぼの隣に、田んぼの中、田んぼ、隣ですよね。田んぼの隣に釣り堀があって、釣り堀というのは魚を釣るためのプールみたいな、プールっていうか、田んぼに池を作ってですね、そこで魚が釣れるようになってるんですね。近くの川で取った魚をそこで子供たちが釣ることができる。大人も楽しめますけどね、もちろん。でも子供はやっぱり釣りが好きで、僕の子供にとって初めての釣りですよね。魚を釣って、そして食べました。はい、魚を釣って、焼いてもらいました、ね、そこで焼いてくれる炭火で、結構伝統的な日本の魚の焼き方のスタイルですよね。焼き鳥みたいにちょっと串を刺しますね。見た目はちょっとかわいそうに見えるかもしれませんが、美味しいんですよ、はい、その焼き方。そしてそれを僕はね、家でビールと一緒に食べて、美味しい自然の味。プールといってもね、本当に川の魚ですから、美味しいんですよ。
その水が美しい、水がきれいな場所でしか取れない魚ですね。はい。まあそういう経験をしたり、家族ともですね、とてもいい時間を過ごしました。帰ってくる時に大分空港でまあさよならってしてね、僕の子供は泣いてましたね。はい。でその時はちょっとこうなんかこう可愛いなと思いましたね。そのおじいちゃんやおばあちゃん、まあいとこ、おばさんね、そういう人たちと離れ離れになる、ね、せっかく楽しい2週間、本当に楽しい夢のような2週間をね過ごして、帰る時に寂しくて泣いてしまう。はい。いい経験になったと思います。でまあ複雑なね気持ちが生まれました。何が複雑かというと、ちょっとこういつもはですね、僕は東京に戻る時に早く戻りたいと思ってたんですよね。ああこんな田舎はねもうやだ、早く都会に戻りたい、ね、早く東京に戻りたい、そう思ってたんですけど、今回ね想像以上に良かったんですよね。まあ理由はいろいろあると思いますけど、まずなんか、まあ、家族と結構仲が良かった。はい。今まではね結構家族と2週間ぐらい過ごすと必ず喧嘩を口喧嘩ですね。口喧嘩。何かこう言い争いですよね。やっぱりまあ、お父さんとはそんなことはないですけど、お母さんとかお姉さんとか、僕にとってちょっとまあ、感情的になることがありますよね。まあ、意見が違うときに、ちょっとこう、うん、どうして、ね、そんなことを言いますかみたいなことで、いつも、まあ、2週間ぐらいいると、1回か2回はそういう口喧嘩をしてしまうですけど、今回はほとんどない、まあほとんどというか全然なかったです。全然なかった。だからちょっとこう良かったんですよ本当に。あとはね、まあコロナウイルスのせいもあって、いろいろな人に会ってないですよね。でやっぱり田舎にはすごくいい人もいるし、ちょっと面倒くさい人もいるんですよね。まあ都会でもそうですけど、まあ都会の場合、自分が会いたくない人と会わなくてもいいでしょ。でも田舎の場合、まあなんかそういうお祭りとかね、祭りとかがあると、まあ、そういうとこに行くと、まああんまり好きじゃない人にも会ったりするわけですよ。そのなんかおじさんたち、僕のおじさんじゃないですよ。なんか近所のおじさんというか、まあその町の人たちね。僕は全然覚えてないような人たちがね。おう、てっぺい帰ってきたか。お前、早く帰ってこんとダメだぞとかね。なんか何をしよんのか。ね、ちゃんとしろよみたいな。いきなり全然僕のことを、最近の僕のことを全く知らないおじさんに、ちゃんとしろとか言われるんですよね。もうお前いい加減大分に帰ってこい。何ですかそれは。ね、あなたは誰ですか。ね、ああそういえば僕が小学生の時に近所にいたおじさんです ね、そういうふうに思い出すんですけど、その人が僕のお父さんよりももっと強くね、僕にいろいろなことを言い始めるんですよね。僕のお父さんは全然そんなことは言わない、ね、頑張って好きにすればいいね、そういう感じですけど、そのよく知らないおじさんたちがいろいろなことを言うんですよ。まあ田舎のあるあるってやつですね。ある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 っていうのはよくあることっていうことです。田舎のあるある、全然知らない、まあまあ少し知っている人たちがいろいろなことを言ってくるね。めんどくさいでしょ。でまあ今回はそういうことがなかったですね。全くない。友達に少し会いました。でもたくさんじゃない。そのバランスも良かったですよね。本当に会いたい人だけに会うっていうことができるっていうのは悪くないですよね。そうですね。だから本当に悪いことが全然なくて、むしろいいことがたくさんあって、それがですねちょっと僕を苦しめましたね。東京に戻ってきて少しの間、なんとなくこうポストバケーションシンドロームみたいな、ちょっと夏休みが終わった後ちょっとモチベーションが出ない、ね、そういう時がまあ何日かありました。
まあその後もちろんあの東京でですね、いつものように生活をしてルーティーンをこなしてですね、もっともっとやる気が出てきて、今、ね、今はもう本当にやる気がたくさんあります。そうそうそう。だからね、やっぱりどうなんでしょう。皆さんどう思いますか。あの都会に住んでる人、まあ、田舎から都会に出てきた人のモチベーションの一つとして、やっぱり田舎が嫌いっていうのがあるんですよね。そういう人が多い。僕も本当にそうだった。田舎が嫌いだから都会に出てきたはずなんですが、あのこの年になるとですね、僕はもう40過ぎてちょっとあの自然がいいなと思い始めてしまったんでしょうね。思い始めてしまった、なんか悪いことのように言いますけど、やっぱり田舎がちょっと好きになってきた。でそうすると今度は都会に住むことがちょっと苦しくなるでしょ。これはちょっと想定外でしたね。ちょっと予想しなかったこと、想定外で、これは僕を苦しめました。はい、田舎が結構良かった。家族との関係が結構良かった。そしたら僕が東京にこのままいる理由って何ですか。そうなってしまう。これは困りますね。もちろん東京にいる理由をたくさん言うことはできます。もちろん僕にとっても楽しい場所だし、奥さんにとってね、やっぱりあの外国人にとって田舎の生活はまあ結構大変です。仕事がある人や、そのなんかこう日本人のね、その友達がいる人にとっては田舎の生活は楽しいかもしれませんが、やっぱり東京に比べると、まあ、外国人が一人しかいないみたいなところでね、ずっと生活するのは、まあそれができる人とできない人がいるでしょう。仕事の、あの機会ですよね。いろいろな仕事もほとんどないし、あとはまあ子供のためのあの教育を考えても、やっぱり東京の方がいろいろな経験ができますよね。いろいろなことを経験することができる。まあ例えば田舎ではもう本当にあのスポーツといえばいつもあの野球とかサッカーとかね、そういうものばっかりで、東京にはいろいろな新しいスポーツもあるし、まあスポーツをしてないというチョイスもありますよね。スポーツをしないというチョイスも。田舎の場合なんかね、すごくスポーツ中心なとこがあって、まあそれが悪いことではないんですけど、僕みたいにスポーツがあんまり好きじゃなかった子供にとっては結構住みづらかった。でも東京にいるとなんかいろんな子たちがいろんなことをやってますよね。美術をやっている、絵を描いている子もいるし、チェスとか将棋とかそういうのをやってる子も田舎よりはもっともっとたくさんいるんですよね。田舎にもいるかもしれません。でも東京は大きい人口がありますね。そういういろいろな小さい趣味とかでも十分人がいる。まあ例えば本当にアニメや漫画のオタクの数もね、東京はもう全然違いますよね。田舎だとちょっとなんかこう変な感じになるような、そういういわゆるオタクの人たちが東京にはたくさんいるから、オタクということを恥ずかしく思う必要が全くないですね。最近は田舎でも変わってきたかもしれないですけど、僕が子供の時は結構そうですね、やっぱりまあちょっと難しかった、ね、まあそうですね。だからまあ子供のことを考えたり奥さんのことを考えたり、まあ僕自身もやっぱりいろいろインスピレーションもらえるのは東京ですよね、都会ですよね。まあにもかかわらず田舎も悪くなかったんですよ。悪くなかった。だからこれはね、問題ですね。はい、僕にとって。4年前、大分に行った時は、最後の方で、その滞在の最後の方で、お姉さんとちょっと喧嘩しました。で、お姉さんと喧嘩して、もうやだ、もうこんなとこにはいたくない、早く帰るみたいな感じで、モチベーションが高かったんですよね。その都会に住むモチベーションが。でも今回はそういうこともなかった。というわけで多分ね、今度帰るとき、次回帰るときは、もうあえてお姉さんと喧嘩しようと思います。はい。お姉さんと喧嘩をすることによって、ああもうこんなとこにいたくない。僕は東京で頑張るんだ、ね。そう思うために、お姉さんに犠牲になってもらう。ね、どう思いますか皆さん、この考え方。超悪いでしょ嘘ですよ。冗談ですからね。半分冗談、半分本当。ま
という、まあ、夏の思い出、そして都会と田舎に対する考察、ね、考え方、あと本ですね、本を出してます。知らない人は買ってください。まあそのもし興味があればね、興味があれば読んでみてください。本のタイトルは、よろしくお願いしまんもすという本ですね。世界中のアマゾンで買えますから、 Kindle、ね、Kindle ブックです。よかったら読んでみてください。 Kindle はKindle がなくても読むことができます。ブラウザーで読むこともできます。なんか Kindle for Mac とか Kindle for PC みたいなのもあるんで、読むことができます。もしよかったら、読んでみてください。知らない人がたくさんいますからね。もし読んでよかったと思ったら他の人に教えてあげてください。というわけで、夏はもう終わり、もうそろそろ終わりでしょう。そして僕たちは次の季節、秋に向かって冬が来る。悪くない、ね、こうやって日々が過ぎていくわけです。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタルエゴ、またね、またね、またね。